もう一回お願いします。ドラムにベースちょっとください。お前誰や？どうもこんばんは、ヤクスメンズです。ネクストは取らなくていい、このままでいい。ちょっと今、俺ちょっと2つ言いたいことがあって、まず1つなんですけど、今ちょっと
悲しい話なんですけど、ちょっと今年でちょっとおばあちゃんとおじいちゃんが死んで8年目になるんですね。なんかちょうどその時俺はもう中学2年ぐらいで、まあなんかずっとその優しくしてもらったおじいちゃんとおばあちゃんをなんか急に2人も失って、その時すごく悲しかったんですよ。でも今も大学2年の終わりぐらいになってきて、その気持ちがどんどん薄れていく気持ちがあって、なんか自分クソ野郎だなみたいなちょっと思うんですよ。そんな風にやってんのも、なのに なんであの時の気持ちは蘇ってこないんだろうとか、そういう気持ちがどん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 募っていって、だから今日この次の2曲はそんなおじいちゃんとおばあちゃんに対して歌いたいと思います。でもう一つなんですけど、なんかハッピーな気持ちになるのはいいけどさ、ペットボトル投げるのどうなんだおい、おい、おてえよバカ、しょっぱなで投げろって言ったのてめえというね、まあしょっぱなで投げなかったこのクソ野郎のせいでちょっと歌っちゃいましたけど、すいません。でまあね、ハッピーな気持ちになればいいんですけど、皆さんもうちょっと盛り上がれますよね。もっと盛り上がれるんじゃないの、もっと盛り上がれますよね。皆さんこのように手を挙げたり、そういいところでもいい、声を出すのもいいぞ、声を出して手を挙げて、そんな風にしてこの合宿最後まで突っ走っていきましょうよ。いいとも、バカ野郎、バカ野郎、世界の終わり。
Tonight is not the first time that I don't know you. I'm gonna get you.